今回紹介するのは「神様は小学5年生」という本です。すみれ10歳空の上の記憶を持ったまま育った女の子映画「神様との約束」に出演し話題の小学生が生まれる前から知っていた本当の幸せについて神魂天使妖精などをわかりやすく学べる本です。 僕は何をやってもうまくいかなくて苦しみがずっと続いてきました生きてるメリットが全く感じられない人生がずっと続いてきました人生なんて苦しいだけで生きてても何のメリットもないじゃんかよとそこで苦しまぎれにアマゾンの検索窓になぜ生まれてきたのかと入力しましたそして出てきたものの中になぜ あなたは生まれてきたのかという本があったので早速それを購入して読みました今から約3年前のことですそれからというもの池川明医師の本をよく読むようになりましたそしてしばらくした後池川明医師が出ている映画があると聞いて見てみることにしましたそれが「 神様との約束という映画でしたすごく面白い映画だったので何度も見てしまいました僕はその映画を見て以来、池川いしよりもそこに出演していた羽生すみれちゃんに注目するようになりましたその映画を見て直感的に感じたことがありましたそれはこの女の子は思いつきででたらめなことを言っているのではないな本当に自分が見てきたことを言っているな ということでした。周りの大人の金儲けのために覚えさせられたセリフを言わされてるわけでもないことは実物とお会いしてみてもわかりましたすみれちゃんの言動のすごいところはわかりやすい表現で説明してくれるところですこの本もすごくわかりやすかったです「神」「魂、薄い」「人、イコール」「幽霊」「天使」 妖精等をこれほどわかりやすく説明してくれる本にはなかなか出会ったことがありません。大人の専門家が書いた本は難しい表現や翻訳のわかりにくさ等があったり、上から目線で頭にくることもありますが、すみれちゃんの話はわかりやすいので助かります。 スミレちゃんはまだ小学生なのに苦しんでる大人たちのためにいろいろと教えてくれてありがたいです。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。